皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、バスドラムのダブルストロークの後編ということで、前回はスライド奏法というね、足を後ろから前に滑らすような動作でこう叩くバスドラムのダブルのやり方をご紹介させてもらったんですが、次はヒールトゥー奏法というかかとつま先、このかかとで一発、かかとの方で一発踏んで、つま先でもう一発、この踏み方についてね、レッスン動画を配信したいと思います。この踏み方のね、特徴として、まず一発だけ踏む時の動作っていうのが、例えば足をピョーンって上げて、つま先の方で、このこっちの方で着地をすると一発っていう感じですね。足が上がって降りようとするところまでは一緒で、このかかとの方ですかね、後ろの方で着地をすると2発っていう感じ。この足がピョーンって上がってつま先の方で着地すると一発、足が上がってかかとの方ですかね、こっちの後ろの方で着地すると2発。僕のイメージではこっから前が2発、こっから後ろがダブルっていうようなイメージですかね。だから足がこうドンドンって一発ずつ、このこの踏む位置というかね、この、落とす位置によって、つま先かかかとかっていうのをなんか変えてるイメージですかね。で、これがうまくいかない、場合は、これもね、前回の、動画と同様なんですけど、このビョンビョンビョンをね、基本的に足のダブルストロークもせえし、手のダブルストロークもそうなんですが、基本的に弾ませるっていうことが大事なんで、足をね、こうピョーンって上げて、パッて離した時の、この、パッて離した時の、ビョーンって返ってきてるやつを、こう、かかとの方で踏むっていうことが、このダブルストロークを叩くのに欠かせないですよね、動き的には。うまくいかないときにどうなってるかというと、かかとで行こうと思いすぎて、つま先がもうすごく早い段階でこうやってこう上がっちゃうみたいなね、なるとこうペダルがこっちに行こうとしてるときにかかとで踏んだりとか、あとなんかペダルの動作より足の動きが遅くなって、うまくこのスプリングは操れないって感じになるので、ギリギリまでね、こうつま先を離さずにかかとに移動してる感じですかね。で、スライドもそうですし、このヒールトゥーもそうなんですが、基本的に足が上がって着地するこの1回の動作で2発っていうようなイメージで練習をしてみるといいかなと思いますかね。ヒールトゥーっていう名前の通りなんですが、かかとで踏んでるわけではなくて、実はかかとで踏んだ方が多分最初はやりやすいんですが、慣れたら同じつま先の位置で、踏める感じですかね。サンバキックとかやるときはちょっとこう浅めに踏んでも、動作は、前回のスライドとはちょっと感覚が変わって、一発目にこうリズムの落ちる感覚があって、二発目はそのついでに叩いてる感じみたいな。スライドはこの一発目上がるときに叩いて、二発目にこう着地してる感じ、こういうイメージなんですが、このヒールトゥーの場合はこう一発目のときにリズムの落とす感覚があるんですよね。だからその僕の中ではスライドとヒールトゥーはなんかリズムの取り方の感覚がちょっと違うんで、だからね、パッとね切り替えるのがちょっと難しかったりするんですが、2ビートで練習をするときは、足をね交互に動かすんですよね。こうドンパン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 で、そのまま手足交互に動かして、でその一発の感覚をつま先かかと、先かかとみたいにこのポジションをチェンジするみたいな動作は、みたいな感じで練習をしてみるとやりやすくなってくるのかなと思います。どうしてもやりにくいっていう人はね、この裸足でちょっと強引にかかとでいくと、うまくねいく場合もあったりするんで、
そんな感じでこのヒールトゥー奏法ね、試してみてもらうといいかなと思います。まあ、スライド奏法、ヒールトゥー、2つご紹介させてもらったんですが、あんまりねこうどちらの動作にしても動きにとらわれるのはやっぱり良くないんですよね。だからかかとつま先とかってこう考えすぎると、まあ音楽的ではどうしてもなくなっちゃうので、まあ一番最初にねこう音をイメージして、ドンパントロパン、ドンパントロパン、ドンドドタドンドドンドタドンドの、まあ、音をできるだけイメージして、でそれの音に近づけようとした動きが結果的にヒールトゥーになってたとか、スライドになってたっていうようなニュアンスが一番理想的なんで、奏法はね、まあ、2番目3番目ぐらいに来るやり方やとして、まあ、一番最初ね、出したい音をしっかりとイメージする。で、その出したい音に向かうために必要な体の動きっていうのを選んでいけるといいと思うので、まあ、この2つのね、踏み方ぜひ参考にしてもらうといいかなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。